おはようございます。今日は、新潟県の柏崎西防波堤にやってきました。頑張ってね、クロダイの方ね釣っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。行ってきます。さあ、これは何ですか。初めてのね釣り場なので、まずはねちょっと海底の様子をね、このね重りをつけて、探ってみて、それから、コマセの方をね、作っていきたいと思います。で、今日使ってる竿なんですけれども、チヌ竿の、1号5メートル、それに、小型のスピニングリールで、道糸はちょっと今ね向かい風が強いんで、ちょっと細めで 1.75 号をセレクトしました。で、浮きはいつもね僕使ってるこの長い長い立ち浮きですね、棒浮き、はい、これ東屋浮きの長円と小、とりあえず今 5B をセットしてます。そして重りがついて、ハリスは1.2 号結んでます。これが、2メーターちょっと、2メーター半ぐらいですかね。で、そして針は、チヌ針の2号です。じゃあちょっとね、重りつけて、今この釣り座の周りのね水深、海底の変化探ってみたいと思います。すごいな、一発でちょうど浮きの真ん中に棚が来ましたね。ちょっともうちょっといろいろと探ってみましょうか。よいしょ。ちょっと先はねどうなってんのかね。最初入れたところとね、ちょっと後ろ沖が後で浮き1本分ぐらい違うみたいだね。左のがちょっと深い感じで、右が浅くて、でちょっと手前にすると浮きが全部トップが出てしまうので、多分あそこのところに駆け上がりのラインが、あると思いますので、あの辺をね今日ちょっと重点的に流してみたいと思います。はい、これがね、今日一日ね、使用する、配合餌、あとオキアミの、類ですね。ただこれね、いっぺんに作ろうとするとどうしても40センチのバカナと混ぜられないので、前半後半2回に分けてね作っていきたいと思います。まずね、はい、じゃあ麦コーンね入れます。はいね、はい、こんな感じね、麦コーン全部、今ダダーっと入れました。はい、そしたらね、もうこの段階で、とりあえずもう水をね、入れていきたいと思います。大体今これ500のね計量カップなんですけど、123、これ今4杯入れましたね。はい、4杯です。はい、そして、ここに、激アラ、入れていきたいと思います、ね、この麦コーンっていうのがね結構水を吸いますんで、最初に水を入れて麦コーンに水を吸わせます。そしてこの激アラもね、すごいサナギのね、いいねエキスが、かなり含まれてるんで、このエキスもね、この麦にね、十分、浸透させるために最初に入れて、こんな感じで浸します。そしたら今度ね、日本海これ半分ね、入れたいと思います。はい、じゃあね、今ね日本海入れてね、全体にね、馴染ませました。この今ね、
べちゃべちゃのねシャーベットみたいなね感じですよね。まずこの MP、 これ2分の1袋、半袋ですね、入れていきます。半袋、これね MP はね就業力もねさることながら、この粘りがね非常に出る餌なんですよね、ですので日本海で重みをつけて、深いところまで届かせる。そして、この MP で塊のまんま、沈める。そしてこの最後チヌパーですね、これはもうそのもう昔からありますけれども、就業力がものすごい高いんで、この就業という目的でこれチヌパー入れ一袋入れます。でよーくね、全体にね水が行き渡るように、混ぜていきます。よいしょ、こんな感じで大体、まだ粉が残ってますね。こうやってね残っちゃうとね混ぜムラができちゃいますからね、混ぜムラのないようにねよーく混ぜてくださいね。はい、そしたらね最後ね、こっからはもうほぼ仕上げです。オキアミをね、加えていきます。でもうその最後の仕上げは、もうその僕はいつも、手で、やっていきますんで、はい、これ今半分、入れました。よいしょ、これね結構ちゃんと溶かしてあるんで、これ全体的にまずこうやって敷き詰めます。はい、そしたら今度手で、混ぜ合わせていきます。よいしょ、僕のコマセのね、特徴っていうのかな、そういうのはねこの最後にオキアミを、混ぜ合わせる。それでさっきのねスコップとかで、オキアミはねあまり切り刻まない、うん、だから結構こうやって見るとその原型が、残ります。これね原型をねわざとね僕ね残してるんですけれども、なぜ残してるかっていうと、皆さんもねつけ餌にねオキアミをね結構使われることがね多いと思うんですけど、つけ餌のオキアミと同じような形のオキアミが、このあることによって、クロダイが、落ちてきたコマセン、こういうのがね入っているとしますよね。そうすると違和感なくこれを食べていれば、学習してつけ餌についた原型のオキアミも、食べてくれると思ってます。いい感じにだん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 ねこれね最後ね手でね仕上げていくとね粘りが出てくるんですよね。よいしょ、ね、1.5 キロしか入れてないけれども結構こんな感じでものすごくオキアミがいっぱい入ってるっていう感じがね、すると思います。うん、それでねまたねいつもと同じようにここで、僕よくねおにぎりって言いますけれど、はい、こんな感じのね、お団子を10個ほどね、作ってポイントに入れていきたいと思います。今日水もね2リッターしか入れてないんですけれども、いつも最後 500cc ぐらい計量カップに取っといて最後調整をするんですけれども、今これ混ぜた感じですと2リッター入れて解凍したオキアミ 1.5 キロ入れまして、まあちょうどいい感じに仕上がったんで追加の水は、入れてません。よし、じゃあこのね、お団子をね、さっき測って、ここがポイントだよって思ったところに、まずは入れていきたいと思います。よいしょ、釣れますように。はい、ね、今日ね、使うつけ餌ですけれども、
まあオキアミ系がありまして、サナギ、コーン、柔らかいちょっとねコーンをね、漬け込んで使いたいと思います。であと練り餌ですね、まあ、今日これをねローテーションして、使っていきたいと思います。さあね、この手の方もね、準備できましたんでね、実際に、釣っていってみましょうか。食ったよ。なんだ。あ、ちょっと可愛いけどね、クロダイですね。ほら。はい。とりあえずね、小さいけど、1枚目がね釣れました。サイズアップするからね。よし。大きい大きいオキアミちゃんと食いましたよ。ちょっとねまたサイズが小さいですね。あーごめん、まだ可愛かった。サイズアップ頑張るよ。投げるのは、浮きはねまだ全然あんなところにあるけど、投げてるのコマセ入れてるのはね自分の真ん前ね、あのポイント作ったところ、そこにしかコマセは巻かないようにしてます。ちょ、あちょっと空中分解してしまったコマセが。よいしょ、よし。あとこのポイントのところに浮きを通過させるだけ。よいしょ。それなり。あ、クロダイ、クロダイ。よし、はい、取った。はい、やったね、サイズアップしましたよ。今もなんか当たってるね。アジだ。いいアジだ。よっよっ。いいアジだ。AJI。 あ、取れた。はい、 AJI 3匹目。ヌーチー4枚目。うっ、おい、いやー、4枚釣っても林さんは2枚目。さあ、当たったぞ。よいしょ。いっ、5枚目。イエーイ。おいし、食った。おいし、いったよ。はいはい、おい、
いやー、柏崎西防波堤楽しみましたよ。でポイント情報でね、一箇所にね、コマセをまとめて落として、そこに仕掛けを流し込む、もうそれだけしかやってないのに、クロダイ釣れちゃいました。まだまだね、このね、釣り場自体もね、ものすごくいいところですし、まだまだポイント情報でね、やってもらえればきっと皆さんもね、いっぱい釣れると思います。ぜひ柏崎西防波堤、皆さんも来てくださいね。